これ私が見えるのですか。やっと見つけました。急にこんなこと言われてもそりゃ驚きますよね。けど大丈夫です、私の目に狂いはありません。冒頭の世界観説明ちゃんとスキップせずに聞いてくれましたか。え、誰が喋る。いやそれはプレイヤーさんの脳内に直接語りかけていたとか、ま、そういうやつです。さあプレイヤーさん、こっちですよ。早く早く。ああ、自己紹介が遅れてすみません。私の名前はミコと申します。このディープログと呼ばれる電脳世界のもう管理人といったところでしょうか。プレイヤーさんのお名前は、素敵なお名前ですね。お名前を伺った後で言いづらいのですが、あなた様は私たちにとってずっとゲームをプレイしてくれる大切なプレイヤーさんなのです。先ほども6万 X をプレイしてくれましたよね。なるほど。そうそう、都合上プレイヤーさん呼ばせていただきますね。早速ですが、まずはこちらのステージのデータ修復をお願いします。今私が呼び出せるハンタープログラムはタイプ X です。 X を操作しイレギュラーデータを撃破してください。撃破すれば修正は完了となりますので。先ほどまでプレイヤーさんがプレイしていた6万 X のあのステージです。いやいや、いきなり言われてもって思いますよね。操作方法は私がナビしますので、とりあえず動かしてみましょう。プレイヤーさん、イレギュラーデータに対して斜めの方向に自動ロックオンしたんですが、見てくれてて。これは修正作業効率向上のために研究を重ねた結果実現したこの電脳世界独自のシステムなのです。いきますよ。
ログラムにはそれぞれ固有のスキルが2つ実装されているんです。早速ポチッとどうぞ。大丈夫です。頑張ってくださいね。
挑戦してみましょう。大丈夫です。頑張ってくださいね。